あ、これだ、島国分寺出てきた。で、曲がったら国分寺に行けるみたいですね。史跡文化財になってるらしいです。あ、ここ駐車場になってんだ。へえ、よっしゃ。へえ、こんな感じになって、あ、また閉めた。閉めたんですね。で、こっからもそのまんま、こっちか。これは尾形駅にあった案内ですよね。島国分寺ってことなので、とてもこれ尾形駅から来れる場所なのか、間違っても歩いてきたら大変なことになりそうですけど、こんな感じなんですね。すごい結構立派で、あ、なんか参拝客の方もいらっしゃいますね。あ、そのとこに駐車場もあったりして、あ、もう一回ありますね。島国分寺741年、北口市であるところですね。奈良時代天平13年ね、聖武天皇将軍で、それまでには当時奈良に出るのが早い国家の反対し、奈良天皇に建された国分寺と、ですからまだ平城京の時代ですね。応仁の乱で消失して、現在の天保の1836年に、結構、とはいえそこから200年近く経ってるのがすごいですね。すごいな。こんにちは。すごいですね。あ、すごい立派な鬼瓦もあるわ。これは紀州の工具。島か。紀州。これ島の。あれ昔刺繍ね、あれだもんね。すごいね、天保12年。すごい立派なやつ、たまるし。で、本堂かな。公務屋明治39年のウルー4月、ウルーですもんね。そっか、明治39年だとまだ旧暦とあれと混ぜてた頃だからこういう表現になってるんですよね。じゃあちょっと早速お参りさせていただきましょう。さあ、お参りをしてきましたけど、すごいですね。これドラをつく感じでね、そかそかお寺ですからね。で、お祭典入りがあって、こんなところにあの撫で仏っていうのがあったらしいですけど、今は願掛けになってるらしいですね。これはあれかな、この前あそこに赤石、あれかな、この前あのタコ地蔵行った時にあった、あの、そうですね、びんずる様、まあ、ですもんね。ああ、そうか、そうか、そうか。そう、慣れたらそこのところが体のね、悪いところに治るみたいな、あれか、ありましたよね。あ、大体はね、びんずる尊者ですから、これ、そうだ、やっぱしあの、この前どこだっけ、貝塚市だったっけ、貝塚じゃなくて、あれは岸和田か。岸和田にあったびんずる様と、ね、色合いも確かに、ちょっと暗いんでね、あれ分かりにくいですけど、同じように赤い色になってますもんね。びんずる様見たらね、こんな、あれなんですね、入れ物で。これね、入れたら、いい感じなのかな。で、いや、なんやかんやで、自社仏閣を巻いてるんで、こっちはこっちで、なんか、あ、古いお札をね、あれするところとか。育児は、ああ、そこも、ですね。あ、こんにちは。はい、ということでですね、いきなし中から始まってますけどね。っていうのも、これね、中でちょっと住職様とお会いすることができまして、で、
中の方ね、撮影させてもらいますよということになりましたんでね、ちょっと急遽ね、カメラ持って、本堂の方の中の方にね、回らさせていただくことになりました。で、これはね、ちゃんと許可取ってね、ちょっと撮らせていただきましたんで、じゃあね、ちょっと、いただきましたんで、で、いろんなね、ちょっと資料とかもね、載ってるやつとかもね、いただけたんで、それをね、参考にしながらね、ああ、これですね、今、カメラがぶっと向きました。志摩市の文化財という、これ、志摩市の教育委員会がね、発行してるやつで、このね、冊子、いただきましたんで、ここにね、いろいろと載っておるんですけど、志摩地方のやつが。その中にね、この、木造薬師如来像。ね、のもこれは本蔵さんは奥のあるんですけどね、この辺りのことをね、国分寺のことも書いてありますので、それについてね、ちょっと説明をしながらやっていこうかなと思います。ということでですね、まず最初にね、この前に、見えている、三尊ですね、三つね、像が見えると思いますけど、こちらの方がですね、薬師三尊という菩薩像って言ったらいいのかな、になりますよということですね。薬師っていうのであって、要は無病息災とかそういったようなところとかにね、影響になるってね、ところになってまいりますねということなんですけど、私もね、ちゃんと分かってなかったけど、これ、今ね、パッと見で、真正面にね、大きい、菩薩さんが、あって、両脇にね、にも、菩薩様がありますよねって感じなんですけど、真ん中の、像が、薬師如来像ってことですね。これはまあ、よく聞きますよね、薬師如来、薬師寺さんとかって言ってね、聞くところでございますけど、その、両脇に、いるのが、おられるのが、ですね、私たちの方から見たら、左手の方が、格好菩薩、くっつきの光って書いて格好菩薩って呼ぶらしいです。で、右手の方が、日光菩薩、これ日光はね、東照宮とかで聞くか、日の光の日光ですね、の菩薩様っていうことですね。で、これがね、いまいち、ね、どう言われないやね、まあ言葉だけ聞いたら、まあ、火の光と月の光ってことなんでね、なんとなくちょっと想像つくかもしれませんけど、まあ、簡単に言うと、薬師如来像がお医者様らしいです。で、日光菩薩様が昼勤の、看護師さん。で、月光菩薩さんが、要は月の光の方の菩薩様が、夜勤の、看護師さんだというような感じのイメージで、行ったらいいらしいですよということでね、なるほどなと、そういうようなね、感じになってるんだな、なんてことをね、教えてもらいましたということでございますね。で、さらにですね、この、その、3体ね、菩薩様の、端っこにですね、さらにいろいろとね、像が、見えると思いますけど、これがですね、十二神将っていうのかな、という、まあ、ものに、方々になるということですね。まあ、簡単に言うと、そのナースさんとかお医者さん、看護師さんとかお医者さんがおって、警備員さんみたいな感じ、ガードマンとかね、そういったような感じの、イメージでいいらしいです。で、しっかりとお守りしてますよということでございますね。なるほどな、そういうような感じになってるということですね。で、この奥にですね、実はご本尊が、祀られておりますということなんですけど、この御開帳は、20年に1回ということなんですね。で、その20年に1回の御開帳がちょうどね、この年、2021年なんですけど、2021年の、5月に、行われましたよということで、実は、もう一度私は時期をね、もうあと半年早かったらね、ジャストタイミングでね、素敵な映像をお見せすることができたのかなと思いながら、じゃあ20年後に持ち越しだなということですね。まあ、20年後まで頑張ってこのチャンネルを続けてね、ここの、ご本尊さんね、ご会長、まさにこれが本当の意味のご会長ですからね、ご会長を、ね、ぜひ見届けたいな、なんてことで思いながら、こちらの方を、見てまいりましたという感じでございますね。で、このね、本尊のところもね、非常に立派でですね、本当に広いですもんね。一つのお堂でね、すごく立派で、ここ自体も、お堂自体もね、文化財に指定されているはずなんですよ。あと、そのあたりはね、ちょっと外の外観のところになってからね、ちょっとお話をしようかなと思いますけどね。まあ、こんな感じで、非常に、立派な、お堂の中になっておりますよ、ということでございますね。で、
このねお堂のところをもう一つね特徴がいくつか、まあ他にもいくつかあるんですけど、横の方ね、こう見てみますとまたね別の像がねこう横の方にですね、鎮座されているわけでございますね。でこちらの方がですね、観世音菩薩と、国蔵菩薩という、ものになるそうです。左側に見えるのが観世音菩薩ですね。墓の中に入っているのが、国蔵菩薩。漢字がね、ちょっと難しいんで、テロップね、出しておきますけど、というような感じになってます。で、大きいお寺さんで、東大寺とか行った時にね、いろんなね、何々堂とかあったと思います。東大寺みたいくらいでかくなってくると、お堂がね、行くとも立っておってっていう感じになって、それぞれにその、祀られてっていう感じになるんですけど、こちらのお寺さんの場合は、一つの大きいお堂がドンとあって、で、両脇とかに他のね、像も入ってますよということなんでね、これはこれでね、立派で素晴らしいなんだと、いうことでね、こういう風になってるのがすごいなぁと。で、広い、その分広いですからね。で、結構ね、壁画とかも書いてあるし、結構この辺りも歴史がある感じ。この辺りも全部、応仁の乱で一度焼けてしまったということなんですけど、その後江戸時代にね、再建をされたのかなっていうような、ところになってきてますんで、非常に歴史があると。そのね、歴史を感じるところの一つがまたここではあるんですけど、こちらの方にあるのは不動明王の、像がねドンとありますよ。これもね立派な歴史ある、お堂ね、そうなんですけど、ちょっとね特徴としては、これがね歴史を感じる特徴と、も言えるんですけど、横のところにですね、その、不動明王の、左側ですね、私たちの方から見て左側のところにこんな感じでね、なんかちょっと神式な感じのね、なんかちょっと下がってた方もある感じのものがね飾ってあります。これね実際にね、これは神社の扱いになってます。お宮さんが実は中に合祀されているんですね。で、これは非常に珍しい、ことでございます。というのは、普通ね、神社とお堂って分かれてるじゃないですか。というのは、これはね、明治以降の話なんですよね。まあ、奈良より以前はまた分かれとったのを神仏友好といってね、一緒にね、祀るようなこともね、出てくるようになりました。で、江戸時代まではその神仏友好ということで、特にその神社とあれをね、明確にドーンと分けるというわけではなかったんですよ。特にこちらの神社の場合は、聖武天皇のね、職礼で作られたところということで、これからね、また菊の御紋とかもいろいろと出てきますけど、ですので、もともと神社のそのね、神社本庁の、ね、トップが、その、スメタギアとか天皇家になっていくと、いうことでございますから、そういう意味でいくと、ね、神社ともゆかりがあるというところで、そのお寺と神社が、ね、明確に分かれてないよっていうのが、これは明治以降にドンと分けたんですけど、ここはそれより前からあったんで、こんな感じでちっちゃいお宮ではございますけどね、祠が置いてありますよってことなんですね。で、これはですね、漁師さんがやはり多い町になってますね、島地方ね。海のね、安全、航行のね、船の安全を、願うのに、こう、祀られてますよというような感じらしいですよ、ということでございますね。いや、歴史を感じますね、ということですね。そしてですね、いよいよ御開帳という形になります。で、ここ、何やってね、20年に1回しか開かんちゃうのかっていうのをね、これ特別に開けていただきましたと、言ってもいいんですけど、まあ、開けてもらったら特別に開けていただきましたんですけどね。要は、このね、真正面から開けるのが20年に一度という決まりになってまして、横から開けるのは、いわゆる政府ということらしいです。ということなので、今回ちょっと特別に開けてもらえると、これもね、普通は横からね、開けてもらえるわけではないと、思いますんで、ね、行ったらね、見れるよっていうわけではないのかもしれませんけど、このあたりはね、今日たまたまね、住職さんが、とね、お会いすることができたんで、こういう風になりましたけど、やはりね、タイミングもありますし、ずっとね、常駐で誰かがね、その神社のね、方が、神社じゃない、お寺の方がね、いらっしゃるというところでもないんで、まあ、絶対、来たら見れますよというわけではない。それはね、ご了承くださいという感じです。それにしても、本当立派です。本当に、
のね、ドンと映ってますけど、背の高さより全然高い。像自体は、1メートル88センチ、約2メートルという高さなんで、まあね、それでも私よりも高いんですけど、まあそれがね、この台座の上にね、乗ってるんで、まあ大きく感じます。しかも近いですからね。これだけ近くでね、あの大仏さんをね、見るっていうことがなかなかないですからね。奈良の大仏もね、大きいですけど、結構遠くからね、見る形になるんで、まあもちろん立派ですけどね、っていうようなところを比べると、いやーすごいなーというのをですね、拝見させていただくことができて、これは本当貴重なね、映像になってますよということでございますね。本当ありがとうございますということですね。で、この後もね、いろいろと見てみますけど、この像自体もね、ちょっと説明をしておきましょうということですね。この像自体は、それで薬師瑠璃光如来というのが、正式な、お名前となっているそうです。一応、像高で188センチということで、作られたのが1507年ということで、永正4年ということでございますね。ピンとこないです。永正と言われても、ああ、大正みたいな感じとかね、何っていう感じになるかもしれませんけど、これ1507年のことなんで、説明を受けた通りに言うと、大体、関ヶ原の合戦の100年ぐらい前よということで、1600年ですからね、関ヶ原の合戦が。そうすると1507年のことは、まあ、約100年前、室町時代に作られた像ということでございますね。で、これが、上映。お師匠さんによって、購入されましたよと、いうことらしいです。いやーすごいですね。で、ヒノキ造りの木造の、大仏さんということでございますね。いやー本当すごい尊厳があるオーラーっていうね、の感じながらね、お参りさせていただきました。ありがたいでございます。でですね、実はこの大仏様の、ところにですね、お守りがね、置いてあったんで、あ、まだこれ販売してはるんですかってことでね、販売してますよってことで、1個500円ってことだったんでね、ありがたく、もうせんね、せっかくね、こうやってね、拝見させてもらえたんでね、これはもうね、いただいていきましょうってことですね、これ国分寺の、お守りをですね、いただいてきましたよということでございまして、500円でね、薬師如来さん由来のね、お守りということでね、非常に健康祈願にもいいよということなので、これはねありがたく、ちょっとね、お守りさせていただこうというわけでございますね。さあ、ってことでね、外に出てきました。こちらが本堂ですね。で、これもですね、市の指定有形文化財ということでございます。本堂ですね。木造の平屋建てになってまして、瓦葺きですね。で、作られたのが天保14年、1843年ということで、江戸時代の、まあ、後期ですね、に作られましたよということでございます。天保8年頃にその起工して、できましたよということなんですけど、特徴としては、非常にね、立派な、お堂なんですけど、このお堂を作られたのが、名古屋のですね、竹中泉、なんかこれ、ね、読むかな、竹中、泉法正俊ですかね、要は簡単に言うと今の竹中工務店ですね、実は竹中工務店さんっていうのはもともとお寺のお堂とかそういうのを建設する技術を持ってたらしいです。で、そこからですね、その匠の皆さんがこう法人がしてて、今の竹中工務店につながってるということです。らしいです。のでね、その名残が、そのまさに、お堂を、ね、作ってましたよという時代に作られた代表作の一つがこちらになってますよということなんで、すごいですねということでございますね。で、でこのね本堂にですね、いろいろと彫刻もね施されてますけどね、とかね、そういうのはね全部ねこの、建立をした、義順という和尚様が、されたそうですよということでございますね。
で、これは一人ね、ちらっと、見てました。鬼瓦ですね、みたいに言って落としてましたけど、実はこれね、あの真ん中のところがちょっと白くなってるじゃないですか。これね、味噌になってましてですね、私もね、最初撮ってる時はそんなことある、ね、知りませんでしたけど、後からこれを教えてもらったんですけどね、要は、あの、この、菊の門になってるんですよ。これなんでかって言ったら、その天皇職礼で作られた、聖武天皇のね、職礼で作られたところなんで、お寺なんですけど、菊の御門が入ってますと、まあ国分寺の特徴になってますということなんですけど、これはですね、第二次世界大戦のところにちょっと話が、戻すのか、先まで来たのか、なんとも難しいところですけどね、要は第二次世界大戦の時に、伊勢の方からですね、伊島半島のところからですね、上陸してきて、アメリカ軍がですね、上陸してきて、日本のね、本土決戦になるんじゃないかみたいな話があったわけですね。で、その時にね、あのやっぱ菊の御門が入ってる、ね、お寺とかだと、あの非常に危ないんで、あのその敵の、ね、目標にされるんじゃないかっていうので、あのそれで慌ててですね、菊の御門を、ね、隠した時の名残らしいです。ちゃんとした明確な文献が残ってないんで、はっきりしたことは分かってないらしいんですけど、それでですね、こんな風に菊の御門のところが、あのちょっとなんかね、あのなんか白く塗ったというか、なんか剥がしたようなね、感じになってます。まあこれはあのなんかあのコンクリートかなね、みたいな感じで、セメントみたいな感じのやつで、とりあえず埋めてね、あのとにかくとりあえず、菊の御門のやつを隠そうっていう感じでやってたよっていう名残らしいです。ですので、これは本当後からこういう風になったということらしいですね。で、その同様の名残がですね、実はこの最初入ってきた門のところにもありますよということなので、どこどこどこと見に来たらですね、確かになんかちょっと広くなってるところがちょっとちらりちらりとなんか見えますよね。そう、こんな感じでですね、菊の御門とそのお寺のね、模様、あの三つどもえのマークが入ってますけど、三つどもえの方には何もしてないですけど、この菊の御門の方にはね、こんな感じで隠してのがあります。ただまあ隠してないのもあるんで、なんだこれはね、あのよくわからないらしいです。全部隠してるわけじゃないんですよね、っていうことなんですけど、まあ、ここのところはね、明確で、左側の方のやつはいわゆる裏門菊になってるんで、これは正式な、菊の御門じゃないんですよね。天皇家のやつは表門菊なんで、この表側にデコッとね、あの出っ張ってる状態、これが正しい菊の門の正式なやつなんで、こちらの方を隠そうとして隠したから、その僕になってるね、その正式じゃない方のやつは隠してないはずなんだけど、これだけね、ちょっといくらだけ隠れてないのもあるんで、これは、どうしてこういう風になったのかちょっと不明なんですけど、当時の方がね、まあ、いくらだけ残そうとしたのかね、どうかわかりませんけど、そういう、戦争時代のね、名残がこんなところにもあるんやなというのをですね、ひしひしと感じたわけでございます。で、その前のところに立ってるね、最初ね、行きのところにフラッと、そのまま出てきましたけど、立ってるこのね、やつ、こちらのやつが、陸軍の、表敬碑になって、表忠碑ということですね。ですので、まあこの辺りだと、こうそうですね、今も、島地方か明和町の方にはね、あの航空自衛隊のね、学校があったりとか、駐屯地とかあった、被災に陸自の、駐屯地があるかなっていうところですけど、という中で、その陸軍の、方のその、ですね、これじゃあ、標柱碑が、立ってますよということでございます。あとでこれらもね、お参りさせていただきましたという形でございます。こんな感じでですね、いろいろと本当、見どころがあるところです。駐車場もね、広く取ってありますんで、なかなか公共交通機関で行こうとするとちょっと、大変なところではあります。あの岬の方に向かっていく、バスに乗ったら行けるかなっていうところですけど、まあぜひね、こちらの方にね、ご興味のある方がいらっしゃいましたらね、こっちの、この駐車場の方で、止めてもらったら大丈夫なんでね、そっちの方に来てもらえたらいいんじゃないかなと思います。ということでですね、まあ、この動画はですね、まあ、これぐらいでですね、締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。次回は、このままの流れで、あの、藤崎灯台の方に向かっていきますという形ですね。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。